チャック・リデルは、アメリカ合衆国の男性元総合格闘家。カリフォルニア州サンタバーバラ出身。ピットファイトチーム所属。元 UFC 世界ライトヘビー級王者。UFC 殿堂入り。軽量時のリデル絶大な人気を持ち、ランディクー・トゥア、キト・オーティズと共に、UFC をメジャーに押し上げた選手で、強烈かつ豪快な打撃を武器に、長きにわたって、 UFC ライトヘビー級のトップ戦線で活躍し、ライトヘビー級王座を4度防衛した。トレードマークのモヒカンヘアーに、口ひげという特徴的な風貌を持ち、試合勝利後に見せる、胸を突き出した、マッスルポーズが有名。12歳から、雪絵館カラテを始め、高校時代は、アメリカンフットボールで4年間スターティングメンバーとして、活躍、レスリング部にも所属した。 カリフォルニア工科大学サンルイスオビスポコー時代は NCWA ディビジョン1レスラーになり、卒業後はキックボクサーとして活躍。20戦18勝16個の実績を残し、アセムタ・北米ヘビー級王座と育府全米ヘビー級王座を獲得した。その後、ジョン・ルイスと共にトレーニングを始め、総合格闘技に転校した。1998年5月15日、 総合格闘技デビュー戦となった UFC17 のミドル級トーナメントリザーブマッチでノエ・ヘルナンデスと対戦し3から0の判定勝ち。1998年8月23日プロ2戦目でブラジルで開催されたアイボック6でジョセランディ・ジョンズと対戦。下馬評を覆し番狂わせの判定勝ちを収めた。1999年3月5日 UFC19 でジェレミー・ホーンと対戦し、片方めで一本負け、キャリア初黒星を喫した。1999年12月18日、パンクラスで高橋義夫と対戦予定であったが、来日直前にインフルエンザにかかり、欠場した。2000年1月23日、パンクラスで渋谷修寝と対戦予定であったが、練習中に足首を捻挫したため、 不戦敗と記録された。2000年7月18日、IFC 世界ライトヘビー級王座決定戦で、スティーブ・ヒースと対戦し、ハイキックで小勝ちを収め王座獲得に成功した。2001年5月4日、UFC31 で、ケビン・ランデルマンと対戦し、スタンドパンチレンダーで 1RKO 勝ち。3週間後の5月27日には、プライド14でプライドに、 初参戦。ガイメッツァーと対戦し、ニアールに、右フックで失神小勝ち。9月28日の UFC33 では、ムリー・ロブ・スタマンチに3から0の、判定勝ち。2002年には UFC で、アマール・スロエフ、ビクトウ、ベウフォート、レナート・ババル相手に3連勝を飾る。2003年6月6日、UFC43 の UFC 世界。 ライトヘビー級暫定王座決定戦で、ランディクートアと対戦し、マウントパンチでサンティコ負けを喫し王座獲得に、失敗した。2003年8月10日、UFC 代表として出場した、プライドグランプリ2003開幕戦のミドル級、グランプリ1回戦で、アリスターオーフレームと対戦し、スタンドパンチ連打で 1RKO 勝ち。2003年11月9日、 プライドグランプリ2003決勝戦のミドル級グランプリ準決勝でクイントン、ランページ・ジャクソンと対戦。激しい打撃戦を繰り広げるも、セコンドのタオル投入によりニッこコ負け。2004年4月2日、UFC47 でキトオー・ティズと対戦し、スタンドパンチレンダで 2RKO 勝ち。2005年2005年1月から、リアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイター1で、 ランディクー・トゥアと共にコーチを務めた。UFC 世界王座獲得2005年4月16日、UFC52 の UFC 世界ライトヘビー級、タイトルマッチで王者ランディクー・トゥアに挑戦し、激しい打ち合いの中、右ストレートをヒットさせて、追撃のパウンドで 1RKO 勝ち、王座獲得に成功すると共に、リベンジを果たした。2005年8月20日、 UFC54 の UFC 世界ライトヘビー級、タイトルマッチで挑戦者、ジェレミー・ホーンと再戦し、4R に、ホーンが試合を棄権し、TKO 勝ち、王座の初防衛を成功するとともに、リベンジを果たした。2006年2006年2月4日、UFC57 の UFC 世界ライトヘビー級、タイトルマッチで挑戦者、ランリクー・トアート、 通算3度目の対戦を行い、カウンターの右フックで 2RKO 勝ち。2度目の大座防衛に成功し、クートゥアとの対戦戦績を2勝1敗とした。2006年8月26日、UFC62 の UFC 世界ライトヘビー級、タイトルマッチで挑戦者、レナート・ババルト、再戦し、パウンドで1ティコ勝ちを収め、3度目の大座防衛に成功した。 2006年12月30日、UFC66 の UFC 世界ライトヘビー級、タイトルマッチで挑戦者、キトー・ティズと再戦し、パウンドでサンティコが地を収め、4度目の王座防衛に成功した。2007年2007年5月9日、ESPN マガジンの表紙に起用され、ESPN マガジンの表紙を飾った初めての、UFC 選手になる。 世界王座陥落2007年5月26日 UFC71 の UFC 世界ライトヘビー級タイトルマッチで挑戦者クイントンランページ・ジャクソンと約3年半ぶりに再戦し 1R に右フックでダウンを奪われ追撃のパウンドで TK を負け4度にわたって防衛し続けた王座から陥落した2007年9月22日 UFC76 で キース・ジャーディンと対戦。1から2の判定負け。自身初の連敗を喫した。2007年12月29日、UFC79 で、元プライドミドル級王者のバンダ・レイ・シューバーと対戦。打撃の攻防で終始優位に立って、3から0の判定勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2008年2008年6月7日、UFC85 で、 マウリシオ将軍との対戦が予定されていたが、将軍の負傷欠場に伴い、対戦相手がラシャド・エヴァンスに変更された。その後、自身も練習中の右大腿屈筋損傷により、同大会を欠場した。2008年9月6日、UFC88 でラシャド・エヴァンスと対戦に R にカウンターの右フックで失神小負け。 2009年2009年4月18日、UFC97 でマウリシオ将軍と対戦し、左フックでダウンを奪われ追撃のパウンドで1キコ、負け。2009年7月10日の UFC100 のファンエキスポにて、リデルの UFC 電動入りが発表された。2010年、リッチ・フランクリンと対戦する、リデル2010年6月12日、 UFC115 でリッチ、フランクリンと対戦。構成の中、カウンターの右フックで逆転の1 r k を負け。これで UFC3 連敗となった。引退2010年12月29日、ラスベガスで行われた UFC125 の記者会見で引退を表明。引退後は UFC の事業開発部長に就任した。 現役復帰2018年11月24日、約8年ぶりの復帰戦となった、オスカー・デラ・ホーヤが代表を務めるゴールデン・ボーイ、プロモーションズ主催の大会で、因縁の相手、キト・オーティズと3度目の対戦を行い、右ストレートで 1RKO 負けを喫し、リベンジを許した。試合後、UFC 代表のダナ・ホワイトは、リデルは50歳に近いし、 もうこれ、以上ファイティングビジネスをさせるべきではないと語り、この試合をプロモートしたデラホーヤを通列に批判した。ありがとうございます。